疲れチャンスラッです。今日ですね、近々ミラーが下方修正されますので、下方される前に使っておこうということで、こちらのラーズ式ミラーマイティ型やっていきます。はい、ということでミラーがですね、プラス2レベルを今作ることができるんですけど、これがプラス1レベルにね、下方されます。なので、まあ前と一緒ですね。昔多分そうだったんですけど、プラス2作れるようになってから言ったら化け物になったんですよ、ミラーは。それが戻るので、言ったら本当に弱いミラーになっちゃうんですよね。もう使用率多分めちゃんこ下がると思います。キョスケと一緒に加工されますね、ということで、まあキョスケはあんま使用率減らなそうだなっていう、あのバランス内容なんですけど、 HP5% 加工、そうミラーは多分減ると思うので、この杖間にちょっと使っておこうと思います。じゃあマイティ型はね、あとやってなかった気もしたので、今日はマイティでね、まあ守り最強っていう感じで、攻めはまあ適当です。さあ、ということで、相手が芝5してるので、結構仕留めに行きたいですね。芝5は、さあマイティが、いやこれだけでも結構入ると思うんだよな。さあ相手はあれにビビってフリーズだけど、あれ多分ね放置してるとエグ入ったと思うから、いやープリンやれないか。さあメガナイトファルチフリーズっていうやからデッキが来ましたね。一生8枚プリンで削りたい。まあ、僕のこの削り方法はディガーで削る、プリンで削る、ウッドで削る、まあ、あとはマイティで、うんことすぐらいしかマジ削り方法がないので、まあ、あとはマイティがたまたまぶっ刺さるか。結構積極的にね、攻めていきたいっすよね。でマジメガナイトとかの受けには異常に強いっすからね、マジで。メガナイトに異常に強いんですよね、マイティ、キョスケと。だってもしかしたら、おお、スケラでもあんのかなと思ったんですけど、さあ、メガナイトバレル。イージーゲーム来たか、これもしかして。うん。で、マイティ出してると、回転サイクルもすごいことになるんで、まあ、後半はこの、プリンちゃん100匹ぐらい出していきたいね。まあ、ディガーミラーでおとなしく削るっていう戦法もある。サファイブ使った。よいしょ。このレベル2ミラー結構楽しかったんで好きだったんですけどね。よいしょ。さあ、ディガーコウモリ。ガゴメが来る。後ろからプリン流しとけば、なんとかなる。なんならこれマイティの爆破でもなんとかなるっすよ。わ、すごい。さあ、爆破で、おしゃれに、おしゃれでもねえか。よいしょ。お、嫌がらせの両サイ攻め。まあ延命はしなくてもいいか。なんか一生ディーガーが入ってんな、これ。さあメガナイト来る。マジでこれはメガナイトが餌すぎてやばい。さあ最後は記念にディーガー2体でも飛ばして、さあフィニッシュということで、ホグメガナイトホグ鬼枯渇みたいなデッキでしたね。まあたまたまちょっとプリン無双でイージーギブでしたね。ということで、防衛はね結構マイティなので硬いと思ってます。問題は攻めが弱いです。はい、なので結構イケイケでダメージ稼いどかないと、気づいたらイモられて負けます。さあディガー、いやマジマイティで一発逆転もまあ狙えるんでね。おお、これ無視やばいっすね。ゴレとかかな。いや、それ守るんかい。絶対一個前守れるやろ。さあ、取るね。いや、マジ大型っすね。ゴレっぽいけどね。あー、ボーラバルン的な。さあ、インドラとか結構嫌っすよね。さあ、ボーラー。そうですね。バルーンか、スケラか。うーん、エレキがいると嫌だが、基本いないので始まり出しちゃう。さあ、バルーンかスケラか。これちょっとまだわかんないっすね。ちょっとキング起動したいな、あのビビドラで。あー、だる。
人がキングギルドをしようとしてるところをまあするんすけどね。フリーズ、おい気持ちいい。おっと、まさかキングをいきなり折ろうとしてくるやつだが、しかしそれはきついんじゃないですかお兄さん。さあここの防衛は非常に難しいぞ。これ逆サイに逃げる、いや準備が早いな相手のからの、これマイティ、これプリンも対応しないといけないじゃないですか。だからここでディガーまで行くと、これベビードラが、あ、ベビードラ間に合わないかい、2倍タイム入ったらよ。さあちゅうことで間に合わなかったらスーパー大ダメージ。まあ、キング起動できてんのはでかいな正直。さああの低めボーラーは嫌だね。よいしょ。さあ一生ちょっかいかけて、一生ちょっかいかけて、あそこの防衛はマジでプリンセス大量に作っておくとか、なんかいい感じに。押してきた、いや守ってはいるがそんなコストもないと。いやマジこの両サイ一生チクチク攻めがやばい。相手全体的にコストやっぱ重いから、やばい、ウッド間に合わんこれ。おんの全体的に間に合わないよこれ。さあこれボーラーしばいてもらっていいな。ここは相手消えないスタイルで完全にしばいてもらおう。さああと725、ここの負け筋はキングにバルーン引っ張って折れるか折れちゃうか、まあなんか一発逆転みたいな。あーそのベビドラやばいな、めちゃくちゃいい。まあでもうちにはなんとトルネードが2枚あるので意味がないですそれ。はい、さあそんなことしてる間に気づいたらプリンが直径かけて終わってく。いやバルフリーはね、なんかインドラとかベビドラとかがやっぱ怖いですけどね。序盤にキング起動を抑えしてしまえばというか、もうプリンセスじゃねえわ、トルネミラーか、トルネミラーがマジでガチのただのズルなんで、バルーン相手にはね。さあキング起動すると余裕ですね。いやーでかいなこれマジで、気持ちよすぎる両サイド攻め。またしかもねマイティが、おーいいい味出してましたね。さあディエゴ B 来ちゃったよ。ディエゴ B 最近ちょっとめっちゃやってんな。ディエゴ B カナリオサジゴブディエゴ B、あのナルト、サスケ、サクラの三人衆みたいなうちの一人っすよ、勝手に言ってるけど。おーマイティコカツ、マイティコカツ、いやマイティコカツは相性いいぞ。だって俺トルネもウッドもウッドもあるんやで理論上。さあだから序盤ちょっとキング起動をして、あここでウッドを押さえて、あとはミラーなのかロケットなのかっちゅうところかな。ミラーバレルが、あでもスケファイスピーもあるか、ロケかどっちか。これ今相手コウモリきついな。うわドリルだったんだ、そしてやる。うわそんだけで守れちゃった、ちょっと待って、やばいやばい。え待って、なんでドリル、ちょっと待って、これ待ってびっくり、うわやばい、え待ってやっちゃった俺これ。いや先行熱い、いやこれは消えねえの、いや消えそうだったんだけど。おー吹き矢のドリルか、いやこれちょっと珍しすぎてやばいな、わけわかんねえな。やべ、バレルをドリルにしたのかななんかそんな感じじゃないですかマジで。いや多分そうだ、高回転マイティコカツの、うおーやばやば、そんなことある、マイティコカツのバレルドリルの方が強いやろっつってドリルになってますけど、ドリルが本当に強いんだよ俺からしたら。きちい、いや痛すぎ、しかもそれ、いやマジバレルだったら神相性だったのに、最悪だ。なんか変わってんだけど、変わってるから相性が
全然違う。ちょっと待ってよお兄さん。いやしかもそれめっちゃずるい、それマジで。ロケ削り、ワンチャンある。いやマジ痛すぎ。あーロケですね。まあなんでっちゅう話よね。まあでもこれはねちょっと現環境本当にマイティのこの大砲のこれが強いですよ。マイティ大砲だけで守れる。てかもう俺も今マイティ使ってるんですけど、言ったっけな、マイティここ最近の敵すべてに本当に入るんですよね。やばい、マジマイティクスのドリルになってるんだけど、えぐいな。そうマイティ自体が来てるので、迫撃マイティ、ホグマイティ、スケラマイティ、ラバマイティ、ドリルマイティ、オールブレイカーマイティ、ディガーマイティみたいな感じで、バレルマイティか、ちょっとマイティ自体マジ来てるんで、引き続き多分ねマイティは強いと思います。そうマイティ時代だからこその中身なんでもいいやろ。いやあのデッキいいな、俺もらおう普通に。マジでめっちゃいいっすよあのデッキ。バレル刺さんねえ相手でもドリルで無限に刺さるし、最低喜んでます。マイティ見れて珍しいカードだ。まあ珍しくもないんですけどね最近だと。さあ何をそんなに喜んでんのか分からせてやるか俺が。さあまあホグかな。あドリルだ、あれマジドリルきついんすよね。さっきも負けたんですけどドリルの受けが難しいっすねこれ。攻めてて、やべ。まあキョスケ爆破ぐらいならギリ許せるかも。なぜならこのコウモリがいたらきつい、死ぬほどきつい。やばい、アーチクイ出てくるならまた話が違った。いやでも死ぬほどきつい。いやー結構ダメージ与えたよね。ウッドだけでいっか一発。痛いよアチャクイーン、衝撃ダウンしてよ衝撃。さあいやでかいぞこれ、でも750まで削ってんのは。マジでこれ広めんのやばすぎ。さあこれマジマイティでこのキョスケを溶かせたらガチで熱い。いや溶かしてよ、じゃあそこ溶かせたらっていう話をしてんだからよ。いやいいよ、しかもなんなら左も3300度。いやマジで幸せかこれが。あやばいやばいやばい、俺おられそう、やめて。幸せだなこれは。おれいおれい。試合終わってもこれ続くんだこんなことある、俺試合終わってこんなスタンプ押し合ったこと人生初めてだ多分。やばくね、相手もずっとこの画面おるんやね。さすがにいなくなったか。おお、なんか仲良くなれそうっすね、ここまで散歩し合うと。さあ来ました、ドリルがちょっと多いな。ドリルじゃない相手がいいな。ディガーだったらね、ディガー削り対決で俺なんかディガー2体いるからちょっと有利になれるんですけどね。さあ最強端っぷりベビドラー、うーんまあゴレスケラーラバー何でもある。
やー、これペッカバルーンだな。ペッカビビー、あーそうっすね。あとライドラペッカバルーンっすね。それで使ったっすね今。いやーこれバルーン来てほしいな。来ないか。殴んな。いやでかい。これマジ殴んなかったら結構でかくて、逃げて爆破も与えない。え、めっちゃ熱いぞ。しかもあのベビドラ内側だから美味しく調理できそう。うえ、いい炎。延命できません。よいしょ、序盤の間にいじめとこうぜ。苦しそう。よいしょ、そう、序盤の間にいじめて、いじめて、いじめまくって最後逃げ切ろう。あー、いい位置のランバーだ。パパに逃げてもいいんじゃない。あんま意味なかったかな。いやー、これ絶対低めだったかな。やべ、さっきの試合が残ってる。ちょっと待って、さっきの試合が残ってる。これすぐに負けそう。相手の後ろからゆっくりの感じがやす。うん、あれめちゃんこめちゃんこ防衛してくれてる。おい、さあ使っていく。いや、ちょっと怖いっすね、マジ。このドラゴンの対処がね、直接できない。コウモリでできるといいんですけどね。まあ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 、さすがにバルーンにはマジで勝てんな。 CRL レッツゴー。え、強そうな、なんかの ID みたいな名前してんな。さあ D ガで削っていくぜ。さあ言うのは、まあ、ペッカ、メガナイト、ジンギ。さあ、スケルトン読み、外していく。ヒマプリン削り。マジでしょ？ダークプリ言うのか、わかんねえな。さあ、マジアチャ来た。
ってなるとペッカっぽいけどダクプリなんだよな。エレキさあ、おいしい金起動できる。何も来なければ。いやー、あー、これはこれでいいや。痛いマジでこのエレキやばい。ゆり戦レベルで痛い。ザップか。さあ、まあダメージ的にはちょい押されだけども、うん、まあ言うてだな。このダメージだったらなんとでもなるんだけど、マジやっちゃうやだな。マジさあ、このコウモリも延命。いや、樽だったね。ペッカいねえか、人力か。うわー、ぐさりぐさりぐさり。うわー、これなんか全然俺の持ってたデッキと違うっすね。ミラー神器みたいな。コウモリ最強だ。いや、これ勝てんな、こうなったら。鉄鋼だと思ってたから、ラッキーっすね、そしたら。呪文ねえし。一発？うん。このマジで、コウモリ最強すぎてやばい。いっぱいマシマシでいったよ。追加で。いやー、やばいやばいやばい、入りすぎ。さあ一撃、こんな一撃で一発で持っていくことってあんまないんですけどねマジで。さあ、相手がなんかきつそうでしたね、コウモリがという感じの試合でしたね。えげちー、まあ、こんなんもね、キョウスケもミラーも顔されたら終わりなんでね。はい、ということで、まあミラーもキョウスケも顔されちゃうので、その前にめちゃくちゃ触っとくか、まあ、それ以外のも強いデッキをね、新しく今の段階から探してもいいんじゃないかなと思いますんで、よければこのミラーマイティもね、やってみてください。チャンネル登録お願いします。では、お疲れちゃんです。またねー。